ここは新潟市にある金型工場。覆面レスラーの笹団子くんは入社3年目、マシニングセンターグループに所属しています。最近は職場にも慣れ、難しい仕事もこなせるようになってきました。ある日の午後2時ごろ、笹団子くんの上司の今林リーダーに大急ぎの仕事が入りました。明日の朝一までにですか？多分間に合うと思いますけど。はい、笹団子のところの機械がちょうど空いてるはずなんで、彼に早急に頼みます。私今ちょうど現場に来てるんですが、笹団子が席を外してるみたいなんで、はい、教授に必ず。いないな。どこで油売ってんだあいつ。あれ、まだいない。何なんだよ、こっちは急いでんのに。なあ渋谷、笹団子のやつどこ行ったか知ってる？いや、わからないですけれど、週末にプロレスの試合があるって言ってましたし、どこかでトレーニングでもしているんじゃないですかね。仕事中にトレーニングってなんてやつだ、まったく。あ、お疲れ様です。何なんだこの男は。1時間以上も勝手に持ち場を離れて、こっそり仕事中にトレーニングまでして、しかも特に悪びれる様子もなく、上司の俺に謝りすらしない。おっといけない、切れちゃダメ、切れちゃダメ。落ち着け、落ち着け。おい笹団子くん、いくら試合が近いからって仕事中にトレーニングってのはいかがなものかな。まあいい、今常務から頼まれて大急ぎの加工があるんだよ。君だったら2時間も残業すれば終わるだろうから、今日中にこれやっといて。おい渋谷、笹団子のやつどこ行った？笹団子ならさっき定時で帰りましたよ。え？いや、今日中に仕事終わらせとけって言ったのに何やってんだあいつ。あ、渋谷、笹団子の分できないか？いや、自分もちょっと今手が離せなくて。いや、ちょっとどうすりゃいいんだよもう。実はこの日、笹団子くんが長時間現場を離れていたのには理由がありました。笹団子くんは仕事をサボっていたのではなく、急に社長に呼び出され、工具メーカーの人との打ち合わせに同席していたのです。ここで問題です。今林リーダーが笹団子くんへの仕事の指示がうまくいかなかった理由はなぜでしょうか？皆さん、今の動画をご覧いただいてどうお感じになったでしょうかね。今の世の中、笹団子くんは必ず携帯を持っていると。じゃあその携帯に電話をすればいいんじゃないかと皆さん思いになったような、気がしてるんですけども、果たしてそれでいいのでしょうか。まずはどこへ行ったのかわからないといったようなですね、行き先表示板がないとか、人に聞かないと居場所がわからないというような規律、職場の規律ですね、これは非常に問題じゃないかというふうに思います。で、最もこの今林リーダーさんが悪いのはですね、渋谷先輩に笹田野君が今どこへ行ってるのかということを聞いたときに、渋谷さんが、いや、プロレスの試合が近いんでリハーサル、トレーニングをしてるんじゃないかというようなことをですね、憶測で言っているのを今林さんが全てそれを信じているといったことが非常にこれは問題であると。それから笹田野君が帰ってきてですね、残業の仮名をするんですけれども、その時に笹団子君が何か言いたそうにしているのを全く聞こうとしない、そういう態度がリーダーとしては非常に問題であるということで、部下とのコミュニケーションがなかなかうまくいかないといったことが非常に問題じゃないかと。
まあ、この動画をまとめるとですね、職場規律がピリッとしてないということが非常に問題であると、まあ、それに対する対策としてはやはり行き先表示板であるとかですね、そういうことは最低限職場規律をきちっと整備することが非常に大切であるということをこの動画は物語っていると思います。で、職場規律がですね、うまくいかないと、まあ、不良が多くなるとか職場の、まあ、雰囲気が悪くなるとか、まあ、非常にその組織の効率を下げるといった方向に行きますので、マネージャーとしてはそういうことに留意する必要があると思います。以上です。